ザルタッグマッチ、田上明、武藤圭司、小橋健太、高山義博、倒しがいのある奴がいるからノアに来た。ノア旗揚げ時の高山の決意です。三沢さんは生前 GHC を3度巻きました。初代、第5代、第11代、この家は初代王者の時のものです。その初代 GHC 有明コロシアム、決勝は三沢高山でした。10年前の武道館5大シングルマッチ、高山が王者として迎え撃った GHC、 そして脳梗塞からの復帰戦、それらは全てここ武道館でした。そして三沢さん、あなたはいつも対角線にいました。高山義博追悼大会リングイン。思い出のぎっしり詰まった武道館です。三沢さん追悼の特別試合、鉄人帝王タッグ再結成、小橋と高山が同じコーナーに立ちます。武道館がかつての熱気に包まれています。対戦相手は田上武藤組、まもなく小橋と武藤が初遭遇です。三沢さんのために再び手を組んだ小橋高山、腎臓がんからの復帰戦、パートナーは高山、逆のコーナーには三沢秋山がいました。最後は合体の雪崩式エメラルドフロージョン、まさにこの武道館のリングでした。三冠ベルトをめぐる激闘、伝説の 3.1 思い出の武道館、三沢さんのために小橋と高山がタッグを組みました。去年の7月は暑い夏でした。 7.10 東京ドーム、三沢武藤初遭遇ドリームマッチ、あの日夢は現実のものとなりました。しかしその夢の続きは幻となりました。デビュー25周年を機にテーマ曲を変えた武藤圭司、実にあの東京ドーム以来5年2ヶ月ぶりのノアマットです。花道の奥に現れた新調したガウン、5年ぶりのプロレスラブ、この日のために新調したガウン、緑を使ってきました。三沢さんの追悼試合、あの日東京ドーム、恋人三沢光晴と繰り広げた夢のような時間に我々はプロレスに酔いしれました。夢のシングルは実現しませんでした。しかしこの追悼大会に参戦した武藤、この試合は四天王対三銃士、最後に残された夢カードです。三沢さんの意思を継ぎ箱舟の舵取りを任された田上明、新社長として迎えた初めての武道館は三沢さんの追悼大会になりました。全日本の武藤圭司との社長タッグ結成です。両団体のトップがタッグ結成、現れた田上明、これはプロレス界の未来を力強く約束するタッグといえましょう。武藤がロープを開けました。三沢さんのための武道館、2人の社長ががっちり握手、田上がノアを受け継ぎます。スペシャルタッグマッチ60分一本勝負を行います。ラオコーナー300ポンド高山義博、ボコボコにされた武道館、高山義博265ポンド、小橋健太、
三沢さんのために小橋健太。若コーナーリアル70本堂武藤敬司、日本のプロレスのために武藤敬司。リアル45本堂田上明、三沢さん武道館入ってます。田上明ロアマットに強兵コールが鳴り響きました。伊沢さん追悼日本武道館特別試合スペシャルタッグマッチを迎えました。田上武藤組対小橋高山組。伊沢さんの家、2人の社長がタッグを組みました。そしてこちら鉄人帝王タッグ再結成、ぎっしり埋まった武道館。まずは赤コーナー新社長田上明が先発です。それを見て小橋と高山がしっかりと熱い握手を交わしました。小橋が下がる動き、先発は高山です。追悼の鐘が鳴りました。60分の一本勝負スペシャルタッグマッチ、高山と田上が組みました。押し込んでいく田上、ブレイクいたしました。放送の解説は丸藤直道選手です。丸藤さん、はい、まずはこの武道館、はい、ぎっしり埋まりましたね。そうですね、本当にファンの皆さんが、ね、一緒にこの大会を作り上げてくれるという気持ちがすごい感じられますね、はい、そしてこのスペシャルタッグマッチ、豪華なカードになりました。田上武藤組対小橋高山組です。丸藤さんはどこが楽しみですか？そうですね、もう本当に全ての絡みが、ね、面白いと思いますし、はいはい、ここに、武藤選手が入ることによって本当に全てのことが新鮮に映るので、僕もすごい楽しみにしています。先発の高山、そして田上、田上はこの7月6日に新社長に就任、社長として初めて迎える武道館です。おお、ドロップキック、高山ここ一番出してくるドロップキック、田上を捉えました。青コーナーの高山が攻勢、攻めています。ここで鉄人小橋健太にタッチが交わされました。まず逆水平を2発、そして赤コーナーに振っていった。さあ初遭遇だ、四天王小橋、三重心武藤入るか。四天王と三重心、最後に残された夢カード、タッチが交わされた。小橋のいるリングに武藤が入った。また歴史が変わりました。あの2004年の 7.10 東京ドームタッグマッチ、三沢武藤初遭遇がありました。そして今日はこの三沢さん追悼大会で実現、武藤と小橋です。そのファーストコンタクト、サイドのヘッドロックに捉えた武藤、ショルダータックル、逆水平打った、胸で受けた、ドロップキック、ニュートラルコーナーに追い込んで、おー来た。まずは小橋の逆水平、そして武藤圭司の膝、得意技が来ました。今ちょうどの小林選手は目も負傷してるんで、そうですね、ちょっと怖いですよね。先に行われたタミス大会で試合中に小太郎選手と交錯しまして、はい、目のあたり今腫れ上がっていますね。弱じゃないですね、武藤選手。そうですね、まあ、弱いところは狙われてしまうというのがプロレスの鉄則でありますが、小橋はその左目を負傷している関係上、特にその左からの動きがちょっと心配なんだと、そうですね、いうことを試合前に話していましたが、はい、まさにその方向から武藤の膝が襲ってきました。今度は背後から、しかし丸藤さん、はい、四天王対三重心、最後に残された夢カード、はい、小橋と武藤初遭遇、なんとかゾクゾクしますね。そうですね、本当に僕がファンの頃から、ね、見てた人たちなんで、で僕の頃には、ね、実現絶対しないだろうと言われてたその、はい、メンバーが今このリングにいるんで、僕も本当に楽しみです。かつては同じようにオレンジのタイツ、そしてムーンサルトを得意技としていました、はい、とかくその比べられることも多かったと聞きます。20年以上の時を超えてこのノアマットで実現しました小橋と武藤の
がこの実現しています。手下げりショップ、初めて味わう小橋のチョップです。小橋が武藤を花道に投げ出しました。武藤選手の上半身とか見てるとすごいコンディションもねしっかりキープしてる感じで、ね、素晴らしいですよね。見事な鍛え上げた肉体です。さあその花道でハーフマラソンの構えだ。背後から手下げり、そしてハーフマラソン行くか、硬い花道で行くか、入れ替えて手下げりで追い込んでいく。おダブルクロスしていました。なかなか見ない動きですね。そうですね、花道での攻防からリングの中に戻した小橋、そのチョップを胸で受ける武藤敬司です。おっとここは一旦エスケープいたしました。おっと場面決戦の外、そしておっ椅子を持ち込む、椅子を持ち込む、これはおっと和田球ヘアレフリーとバッターとナーの軽井明が間に入ってちょっとエキサイトしてしまった。武藤に対して今田上がなだめています。多分この初めて食らったチョップにちょっと腹が立ったんでしょうね。ああなるほど、はい、熱そうルールですから初めてその味合うチョップの衝撃。おっと椅子を今主催者側である田上明社長がお客様にその椅子を戻しました。さあ仕切り直していきたいところですが、この人はエプロンサイドです。エプロンサイド、おなんと武藤を招き入れるそのポーズを取りました。セカンドロープを開けてゆっくりと正々堂々入ってまいりました。試合再開です。さあここでもう試合の権利を田上に移しました。武藤から田上に、それを見て小橋は高山にタッチです。先発の2人に試合の権利が戻りました。バックを取った田上です。一つ一つの動きにどよめいている日本武道館です。アームブリーカーの体勢、その田上の左腕を取って高山が強引に絞っていこうというところですが、かいな力では田上も負けていない。しかしここは抑え込んでいく、巻き取るようにして腕を支配している。動きを封じられました。足を踏みつけて、そしておっとかかと、196センチの高山、192センチの田上、さあここでタッチが交わされて武藤と高山になります。全日本のマットではこの高山と武藤の構想が続いていますが、ノアマットで実現。振り投げからさあ武藤のエボを打ちました。ストラックの当たりに命中、そして足を踏む、膝を痛めつけていく高山の左膝、ニーリフトを警戒しての武藤のこの膝への攻撃です。さあ裏返して STF に持ってきました。ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、手を伸ばす高山、エスケープできるか、右手がその高山の顔面を捉えています。ロープブレイクになりました。このノアでこの2人が絡むっていうのは逆にこう新鮮感じますよね。そうですね、腕を支配して有利な体勢で田上に託しました。ニュートラルコーナーから田上のハイキックかわしている石橋が荒となったか、共にキックを得意技としています。足が引っかかっている、足が引っかかっているため、これは逆に田上としてはつらいですね。そうですね、力の逃げ場所がなくて自分の拷問技みたいになってますね。そうですね、あ今、和田恭平レフリーがそれをほどきました。さすがですね。あそして前から襲ってくる高山の蹴り、踏みつけカバー、踏みつけカバーを認めないということですね。
レフリーには試合の展開に見せていますから、これはカウントしないという判断です。丸藤さん、はい、この小橋高山組、はい、仲間割れなんかもありまして、ちょっと心配もされましたけども、はい、ここまでは本当にいい連携を見せていますね。そうですね、そういう2人だからこそ、組んだら怖いというところがありますよね。そうですね、はい、この田植えの試合前のコメントで、その鉄人帝王アタック、怖いなというコメントを残していました。はい、リングの中央に持ってきて、おっと、ここはこらえた田植えです。ブレンバスターに抱え上げた小橋ですが、逆に今度は田植えが仕掛ける。おっと、トップロープを越えていくのか、リング下に転落してしまう。それをこらえるか、田植えがやや優勢か。仕掛けたのは小橋です。投げ切った、豪快に投げ込んでいきました。日本武道館です。数々の激闘がありました。どこか切れてますか。あやややお頭を抱えて、おっとチョップを振り下ろしていく。もう首のあたりがもう真っ赤になっている田植えです。出血してますね。これはチョップで首元、明らかにこの皮膚が断裂してますね。そういえば小橋と天竜がチョップ合戦を繰り広げたときに、はい、天竜の胸から出血というのがありましたね。そうですね、その破壊力、今日はこの田植えの胸を襲っています。胸というか喉元あたりですよね。そして顔面締め、はい、足をロックして顔面締めですが、そこに武藤が入ってきた。今日初遭遇を果たした武藤と小橋です。武藤は下がりました。おっと、エプロンサイドにいる武藤にまたちょっと、あっと、また椅子か、椅子か、もう武藤はレフリーが止めます。これは何か小橋側の作戦でしょうか。武藤を少し興奮させて、そうですね、その間にこの孤立した田植えを攻めていくという、そういうプランなのかもしれません。この武道館で何発の打球を放った逆水平チョップ、背後から高山が抑えて逃げ場がありません。けさぎりチョップ、青春の一撃、耳のあたりに当たったでしょうか。超満員に膨れ上がった日本武道館、果たして今日観衆はどれだけこの武道館に集まったんでありましょうか。そして足をロックして伊沢さんの18番であったフェイスロックを高山が繰り広げています。顔が曲がるようなその力、しっかりと締め付けていきます。武藤がコーナーパットを叩いて田植えを鼓舞いたします。それに応じる武道館。この田植えは伊沢さんとの戦い、チャンピオンカーニバル決勝もこの武道館でした。世界タッグ最強タッグを争うその頂上決戦もこの武道館、思い出の武道館で、今日は社長として初めての武道館大会セミファイナルにこの特別試合を持ってきました。ちょっと田植え社長が捕まってますね。そうですね、少し動きがいつもの田植えではありません。豪快な高さのあるバックドロップを持ってきました。超世代対正規軍、エプロンからの断崖のドアもありました。青コーナーのタッチワークが非常にスピーディーです。あ、ダブルのエルボーです。出刀を落としていく小橋。引きずり起こした。会場武道館からタウネコールです。顔面へのハイキック、ここで武藤です。さあ充電バッチリ、武藤が入ってきた。フェイキングのドロップキック、膝を狙ってくる。そこに高山がいた。ドラゴンスクリュー、渦を巻いて落ちていった。狙われた小橋の膝、3連発で食らった。そして今度は左の膝、
四の字に持ってきた。足を破壊に来た。フラッグローズきついですね。ディアさん悪いんですけどね。ドラゴンスクリューからの四の字固め。力づけで発動してますけどね。その手でなんとかその足を、まだこれは不完全ですか、どうですか。まだ足が降りたらきついと思います、自らの手でその武藤の左足をなんとか引き抜けようとしますが、手が離れた。入りましたか。そうですね、こらえている小星。お、その膝へ今度チョップを打ってくる。こういった打開策があったんですね。初めて見ましたね。通常ですとこのように裏返しにして相手に痛みを伝えるというのがオーソドックスなスタイルでした。さあそして裏返った。今度は痛みが無糖に、両者とも膝に痛みを抱えている選手です。そうですね、これはきついですね。ああ腕立ての余裕、そしてああもう一度ロープブレイクは無糖です。この膝への負担ダメージというのがこの後の試合にどう響くか。二人とも膝本当に悪いですからね。もうそれを覚悟しての攻防ということになりましたね、はい、狙われている。かける方にもリスクがあるということですからね。そうですよね、はい、60分の一本勝負、15分が経過しました。徹底的に小橋の膝を攻めてきます。初遭遇ですが当然相手のことは研究しているでしょう。20年以上にわたり比較されてきた両雄。武藤選手体重もありますからね、だいぶ効くと思いますよ。あ、このキック一発一発、はい、少し小橋の表情は変わってきた。おっと振り下ろしていく。テイクドロップキックはチョップだ。さあそしてコーナーに追い込んで、さあ来ました。初遭遇の武藤に向かって挨拶回りのマシンガンチョップ。さすがにきつそうですね。何を感じたか、まだいくか。まだ足を捉えて、うぞあの胸板の厚い武藤ですけれども、はい、そうですね、そう聞いてますね。そして先ほどは花道で仕掛けたハーフネルソン。ハーフネルソン、まっすぐさま、すごい角度ですね。急角度のハーフネルソン出してきた。ハウエカット、武藤のピンチをカウエが救いました。そして野田の落とし、中山に入ってきて、プロレスラブ正真正銘、これでもか、逆水平のお返し、夢カードです。タウエ選手の器用ですね。やりましたね。で無言で去っていきましたね。いやしかしタウエのシャイニングウィザードが見られると思います。まさか行くか、行くか、中央コーナーに駆け上がっていくこと、それを高山が封じました。会場からややブーイングラリアット。ついに剛腕が火を吹きました。ムーンサルトに行こうとしましたね。そうですね、まさか先に出すのはこのしか、共にオレンジのタイツを履いていました。ムーンサルトを得意技としていました。あ、しかし今度はタウエが逆にカットに入って、なだれ式の裏勘、裏勘で切り返した。お客さんも、ね、見たいと思うんでしょうけども、やっぱパートナーは許せないですよね。そうですね、譲れないですね。見たいんだ、見たいんですけど、なかなか見せてくれません。先ほどは共に膝に当たりのある両雄が足4の字を繰り広げました。ムーンサルトはいつでもか、伊達の高いドロップキック、顔面にありましたね。さあそしてハウエが決めるか、先発の2人だ。
にこだわる田上明、ノアを守るために、田上が鬼になった、 DDT、 いつも以上に田上の気迫というものが伝わってきますね。社長になった初めての武道館、バックドロップに入ったところ、エルボーで防いだ高山、ランニングでクリーカードロップ、高山の首に巻きつきました。今年6月13日伊沢さんが亡くなり、7月6日に新社長に就任しました。その田上明、ノアを守るために、伊沢さんを安心させるために、今日のこの武道館大会セミファイナルに登場。膝蹴りを受けた田上、膝をついた状態、そこに小橋が入ってきた、青春の内向き、クロスした、喉を狙っていく、そして田上にもアフネルソン、エルボーで打開して背後から円錐捉えました。逆に力が入った小橋か、喉を待つ、喉を落とし、まともに落としていった、20分経過のアナウンス、がっちり組んだ、上げるか、小橋返しました。三沢さん追悼大会武道館です。かつて数々の力を繰り広げてきたその武道館です。ジャーマン投げっぱなし、高山ジャーマン、ちょっと厳しいですね、分断されると。そうですね、さあ両者が手を組んで、おっとチョップと膝蹴り、サンドイッチ、これはきついな、うわ前後から挟まれる体勢、武藤が蹴落とされました。田上ピンチです。7月4日のお別れ会にはディファ有明に2万5000人ものファンが列を作りました。落としたー、秩父セメント、田植え火山大爆発、新社長の名は俺が田植えだ、いきなりが起きています。勝負に出てますね。そうですね、放送席前で武藤と高山がやり合っている、そして喉を掴んだ、それを振り払う、至近距離でのハイキック、助走を取る、あーカウンターラリアット、あーカウンターのラリアット、最後決めたのは小橋健太の剛腕でした。そして武藤が興奮が収まりません。試合に敗れました。三沢さん追悼大会特別試合スペシャルタッグマッチ、小橋健太の至近距離からのカウンター剛腕ラリアット、田植えを沈めました。いやでもいつも一緒にね、本当に田植え社長も頑張ってたと思いますよ。そうですね、鉄人帝王タッグ、今熱い抱擁、その右腕で決めました。そして敗れたその田植えを今武藤が優しく起こしました。武藤選手もね、本当に楽しんでくれたと思いますし、本当に感謝したいですね。21分53秒小橋健太のラリアット、田植えを沈めました。そして今日この2人の社長、はい、両団体のトップが組んだということは、これからのプロレスの未来を約束してくれた、そうも捉えられますね。そうですね、本当にみんなで力を合わせてプロレスを盛り上げていこうというその証明じゃないですかね、はい、試合が終わりました。ノーサイドです。小橋、田植え、高山、そして武藤は先にリングを下がりました。これある意味ね、握手しない方がトゥービーコンティニュードという可能性もありますからね。なるほど、はい、今花道を引き上げる、そして伊沢さんの美瑛に伊沢ラブ、
武藤小橋初遭遇、そして田上武藤社長タッグ、鉄人帝王タッグ、見どころ満載の武道館、そのセミファイナルが終わりました。あ、そして歴史的な拍手です。小橋と和田恭平レフリー、時空を超えてこのノアマットで拍手を交わしました。21分と53秒、小橋のラリアットで田植えを沈めました。そして高山がロープを開けます。その高山に対してロープを開ける。今日はいいタッグの連携がありました。2人でこのノアの花道を下がっていきます。